10分もう寝る時間よ。食器棚に置き。もうちょっとだけ。ママお願い。そうだ、何かお話を聞かせて。まあ10分いいわよ。ママもあなたにお話を聞かせるのが大好き。お話の始まりは昔昔あるところに。そう、そうやって始まるわね。お話は私たちをどんなところへでも連れて行ってくれるのよ。ワクワクするような冒険、素敵なロマンス、ひょっとすると勇敢な戦いも見られるかもしれないわね。さあそれじゃ、あなたも大好きなお話を始めましょう。好奇心は災いのもと。